御殿場市街と富士山富士登山駅伝は静岡県御殿場市で開催される富士山のふもとと山頂を往復する駅伝大会の正式名称は秩父の宮記念大会富士登山駅伝競争大会8月第1日曜日に開催される世界で最も高低差の大きい駅伝である2019年大会終了時点で最多優勝は 滝ヶ原自衛隊の26階である、御殿場における富士山での競争は金栗四43が発起人となった1913年7月25日の富士登山競争まで遡る。この競技は御殿場口5号メタローボーから富士山頂までの速さを個人で競うものだった。1925年に御殿場駅前と富士山頂を往復する富士登山往復駅伝が開始。 1939年に第二次世界大戦のため中止。1951年から1954年まで4回開催された後、再び中断。1976年に復活した。この大会を第一回として以後続いている。2020年は中止。経験した選手にもよるが、日本で一番過酷だと言われる駅伝の一つとして有名である。スタートゴール地点は、 当初の御殿場駅前から1993年に新設された御殿場市陸上競技場に変更されたが、後にスタート地点のみ、御殿場駅前に戻され、今は自衛隊の部と一般の部に分けて表彰している。御殿場駅前から富士山山頂で折り返し、御殿場市陸上競技場まで 47.93km を6人、11区間で往復する、1区から6区まで、 富士山を登り、頂上まで来た6区の選手は、山頂の富士山本宮浅間大社奥宮でタスキに、半を押してもらい、来た道を下山。7区以降は同じ道を登った選手が下る。標高差3258メートルの大部分が、岩や砂の走るのに適さない工程で、過酷なコースである。また、鉱山のために霧が出て視界が非常に悪くなることも、あり。 落雷等の危険性が考えられる場合は途中、折り返しを行うことがある。なお、高低差の3258メートルは、駅伝の高低差としては、世界一を誇る。登山道という陸上競技の概念から逸脱したコースを走ることから、一般の陸上競技とは認識されていないのが、現状である一方で、全国各地から、数多くの自衛隊チームが訓練を兼ねて参加する。 また競技としての面白さや富士登山という日本人のロマンチシズムを刺激することからこの競技のファンは多く自衛隊以外のチームの参加も多い。1990年の第15回大会から総合優勝チームに秩父の宮支配を進定したが毎年自衛隊チームが優勝、独占するようになったため2005年の第30回大会を機に自衛隊の部と一般の部の 二部門に分け、さらに同コースで、総合優勝を競う駅伝に変更された。自衛隊の部優勝チームには、五天橋長倍。一般の部優勝チームには、金栗四43倍。総合優勝チームに、秩父宮支配が授与される。秩父宮支配は、五天橋に、秩父宮別邸があったことにちなむ。五天橋陸上競技場から五天場口の富士。 山頂までの静岡県道23号沿道で観戦できる。テレビ放送での注目は、下りの2号発射区中継所前後の大砂走りと呼ばれる区間であった。富士山の火山灰がクッションになるので、転びやすいことを顧り見ず激しい速さで斜面を駆け下り、次の選手に助けを渡す。その際に止まりきれず砂の中に転がり込む迫力のある映像が見られた。地元チームである。 滝ヶ原自衛隊と千葉県の第一空挺団が上位の常連でありライバル心も高いとのこと。また、選手以外に大会運営にも自衛隊員が多く参加しており、さながら自衛隊の祭典のような一面もある。テレビ中継は毎年、雲海を走る。富士登山駅伝と題し、テレビ静岡の制作で、富士テレビなど全国 FNS 系列27局ネットで、 録画中継されていたが、2006年をもって放送が打ち切られた。2007年以後は、全く別の特、常連チームの一つである、ルモイ自衛隊の地元ラジオ局、FM モエルにて、応援実況中継を2008年より実施している。ありがとうございます。